大事なポイントは、板をこうチックタックして、板がバシャバシャして、Baby, can you hit my line? I just wanna make you mine. I'm busy always on my grind. I don't wanna waste my time. こんにちは、村田嵐です。今日は何をするかというと、自分の YouTube の中での How to の4つ目をやりたいと思います。1つ目に How to したのが、パドルで、で2つ目がテイクオフで、それで3つ目がボトムターンで、今回ハウトゥーするのが、早い波の時の抜ける方法をしたいと思います。ダメな例といい例、そして自分が経験した中でのダメな場合といい場合、それとあと自分のコーチから教えてもらったこととか、いろいろ自分の頭の中にあることをみんな、視聴者のみんなに共有できたらいいなと思ってます。早い波を抜けるっていうのは、ただ単に下をこのアップス、この手勢いだけで行こうとしても、どうしても逆に減速してしまうんですよね。でそれで初心者の方がやってしまう間違ったアップスは、上下をこの波のここがトップで、一番ここがボトムで、このボトムというトップを使いながら、波を抜けるっていうことを忘れて、抜けるっていうことだけに気を持っていかれて、この前先しか見えてない場合があるんです。その時はどうしてもやっぱ抜けれない場合があって、焦らずにこの波とトップとボトムを、上下を使ってアップスをして波に抜けることが本当に大事だと思います。波に抜けるにあたって、2種類の抜け方があって、で1つはこの上下を使ってハイラインで上トップに上がって下に落とし込んで抜ける、このトップトゥーボトムのここを使って抜けるっていうのと、もう1つが本当にトップ波が崩れてしまった場合にの抜け方、その時はもう本当にこのハイラインをする場所もなく、こう下をくぐってしても、どうしても絶対にスピードがつかないので、その時の抜け方、スープ波がどうしても全部割れてしまってハイラインが取れない時の抜け方を、その2つを今から映像を見ながら説明していきたいと思います。チャンネル登録よろしく。まず一つ目に説明するのが、乗った時はパドルしてテイクオフして乗った時は、乗った時に波を見た時はそんなに思って全然速くない時があって、でも波の状態によって地形にもよるんですけれど、いきなり波が速くなってくる状態があって、でその時はもうすぐさまに、ですぐ波が割れてしまった場合の抜け方を今から見ます。チャンネル登録よろしく。で一つ目に映像を見て説明していくのが、まあもちろん最初基本は速い波の説明なんですけど、そのさっき言った説明の二つ目の、波が割れてしまって
割れてしまってハイラインが取れなくてどう抜けたらいいんかわからん時にする対応抜け方を説明4からします。まずこの乗る状態の時はまだ波が軽くて全然先が見えて速くなくて余裕がある波に見えるんですけど、海は地形があっていきなり速くなってくる波があるんです。でその時の対応方法としてはまずこのテイクオフをして、ここもまだ速くないんです、ここでいきなり速くなってきてすぐにフローターでボトムからリップする。でここですね、ターンをしていきなり速くなってきた時にすぐにもうこれはもう割れてる状態なので、トップがこう波がだからもう流れてる波の状態の時は必ずフローターを押して抜けることが一番だと思います。フローターした後にすぐに降りてすぐに次の技をするしようとするとどうしてもそこでブレーキがかかって次の段階に行けなくなるんで、そういう場合はここでフローターして降りたら我慢して焦らずにボトムターンをしてスープに板をのし上げてターンをする。そうすると次の、波のセクションに行けることがあるんで、まず大事なのは焦らずに体勢を落としてボトムターンをしてスープ、割れてるとこはスープなんですけど、しっかりそこでもボトムターンをしてスープにのし上げてってするとさらに加速して次のセクションへ行けるんで、焦らずにもう目の前がスープでもボトムターンをする練習をしていったら本当に次のセクションまた新しい違うセクションが見えてくるんでさらにいいと思います。チャンネル登録よろしく。次の説明は乗った瞬間に波が速くてもうどうしても抜けなければいけない状態になった時にダメな例はこのトップとボトムがあって、このボトムのとこだけでこうチックタクチックタクみたいに前だけを見て焦ってボトムだけを使ってアップスをしてしまうと全然スピードが出なくて波に置いてかれる場合があって、でそういう時は今から映像で説明するんですけど、この乗った瞬間に波が速い時、この波のトップとボトムと自分のいる位置を見てほしいんですけど、まずこのボトムからトップに行って、このトップで一回どうしても波が速くても一回トップに上がってほしいです。でトップに上がってで次にこの下に下がる。そうするとすごくスピードがついて加速するんですよね。でなんで上に行って下に行くだけで加速するかというと、もちろん板のノーズが向いてる方向大事で、ノーズが向いてる方向が結構重要になってきて、こう波があってこういう風に抜けるんですけど、ボトムというトップを使って、でその時にノーズがずっと波の方向に、ビーチの方じゃなくて波の方向にずっと向いてるとどうしてもなかなかスピードがつきにくくて、でスピードを出すためには一回上に上がったらノーズをビーチの方に向けます。ビーチの方に向けてでボトムからトップへ上がる。でこれが一番の速くなる方法ですね。で一回トップに上がってノーズをビーチの方に向ける。でそうするとさらに加速してそこからボトムからトップへ抜けて技をできることができるんで本当に大事で、今話した中での大事なポイントは体の使い方ももちろんこの大事なんですけど、ノーズの向ける方向がすごく大事重要になってきて、こうノーズの向ける方向ですごいスピードの加速減速が決まってきて、どうしても何やっても抜けれんなっていう方は多分ノーズの向きがずっとこの波の割れている方向ビーチじゃなくてずっと横に向いてアップスをしているだけになって加速が全然しないという原因が多いと思うんですよね。でそれ で次海戻れた時に試してほしいのが、この波のトップに上がった瞬間にこのビーチの方にノーズを向けてほしいです。体もです。この肩を開いてビーチの方にノーズを向けると滑り台でも一緒なんですけど、
上から下に行ったら絶対にスピードは速くなるんですよ。それと一緒でノーズをあの波の方向から全て便士の方に向ける。そうすると必ず加速して次の技へと次の新しい波の景色が見えてくるから、ポイントはノーズの向きです。そこが大事、重要になってくると思います。チャンネル登録よろしく。波を抜ける練習をする人は必ず最後だけは見るんじゃなくて、目の前の速くても目の前のセクションをちゃんと見つけてターンをして、最低2発はあの波に入れ込んでやってほしいです。